どうもレオラジです。今回は昨日紹介した中古で買ってきたねレゴなんだけど、このルイージと猫マリオの猫ルイージのパワーアップキットが入ってたんだよね。でこれだけでまあ十分買ってきた価格の元は取れたんで、まあ、こっちのね袋図に入ってる方はまあいいかなと思ったんだけど、やっぱりねでもね気になるよね、中ね。なので今回はそちらを確認していこうかと思います。こちらの動画ではたくさんこれまでもねこういったジャンクレゴとかの紹介動画いっぱい出してきましたけど、今回はね結構ねトップクラスに入るくらいいいお得感のあるジャンクレゴだと思うんだよね。まあまだ確認してないけど、ということでね、もしねこのジャンクレゴ最高じゃん、いいじゃんと思った方はチャンネル登録、動画への高評価ぜひポチッとよろしくお願いいたします。あとはねそうだね、他の動画いっぱい見てやっていただけるとね非常に助かりますまた噛んだね。で撮り直さないところがねこのレゴラジ動画のいいところとなっております。今後とも末永くよろしくお願いいたします。ということで、開けた感じがねこんな感じなんだよね。他のセットは多分混じってないね、レゴマリオの、いろんなセットがごちゃ混ぜに入ってるのかなーって感じだね。でパーツ見てみると、あの時のセットだっていうのはね覚えてるんだけど、詳しくは覚えてないなのでね、パーツというかバーコードだね。バーコード見て、これはこのセットかなーっていうのを確認してってね、どれぐらい実際お得に買えたのかっていうのがね、確認できればいいかなと思います。ちなみに買った金額は、これ全部でね、2860円。で、マリオじゃなくてルイージ、これはね、動作確認済みで問題ないです。ルイージ本体とパワーアップキット、まあ、これだけで中古相場で言ったら、まあ、安くても4000円ぐらいで販売されてるかな。なのでね、もうすでに元は取れてるんだよね。プラス1000円以上は確定してるんだよね。で、こういったノコノコが入ってたり、まあ、スタートとゴールが入ってたり、あとは、なんだっけ？キャラクターパックシリーズの、ミニフィグが入ってたりするから、もうね、5000円、6000円は確定かな。で、このピンクヨッシーは、ルイージのスターターセットに入ってたやつなんだよね。ということで、どうしよっかな。とりあえず、バーコードだけ集めて確認するのがいいかな。その他のね、こういったパーツは、まあ、こういうのね、亀の甲羅とかはわかりやすいけど、土台部分のパーツとかもうどのパーツかとかはわかんないからね。まあ、バーコードで確認していきたいと思います。それでは、確認してる間にアンケートのコーナー行きましょう。生まれはということでね、アンケート取ったんだよね。521票、17時間で。お、多いね。昭和 12%、平成 86%、その他コメントで 1%。その他っていうのはね、まあ、うん、ボケてくださいっていう意味です。コメント見ていきましょう。その他だったらめっちゃ若いかめっちゃ年寄りぐらいしか、まあそうなんだけどさ。縄文時代。つまんないよ。でもね、そういうことです。そりゃ平成生まれですよ。うん。平成です。けど日本語が、何言ってんだ？日本語苦手なのかな？平成8年生まれ。おー。世紀末発、つまんない。昭和少ないですね。パパさんも昭和だもんね。勝手に決めてるけど。1ってなんだ？いや、1個目ってことか。ありがとうございます。つうことで、圧倒的平成生まれが多いという結果でした。ありがとうございます。こんな感じで、コミュニティ機能でね、アンケートやってます。ぜひご参加ください。ということで、まあ、ある程度ばらかしたんで、こっからはね、バーコードを見ながら、マリオをね、反応させて、反応を見つつ、どのセットに入っていたかの、入っていた、バーコードなのか確認していきたいと思います。ちなみにバーコードの数は18個入ってました。なので、まあ、1個200円ぐらいだとしてね、黙ろ。レゴマリオタイム聞こえなかったね。
これはね、スターターセットだよね。ルイージが入ってて、なんだっけ、あの、ピンクの、なんだっけ、ヨッシーか。ピンクヨッシーも入ってて、アイスクリボーだっけ？この辺も入ってた。土管も入ってて、スタートも入ってるから、間違いなくスターターセットの、パーツだね。で、このくるくる回転させるのも、このスターターセットの、スターターセットに入ってるバーコードで間違いないね。基本的にはこのスターターセットがメインで入ってるのかな。で、このコインブロックのさ、バーコードあるんだけど、これはね、どれだったかわかんないんだよな。これもスターターセットかな。で、このバブルはね、バッタンかな。バッタンが入ってるやつ。これはスターターセット。で、これはね、2体入ってないから、これ多分ね、キャラクターパックシリーズのやつかな。で、これもね、テレサ。テレサはキャラクターパックのシリーズ3だね。多分シリーズ3のセット、人が何個か入ってんのかなーって感じだね。で、これはね、パックンフラワーのセット。これかな？パックンフラワーのセットっていうとこれなんだよね。このセットに入ってたものかな。まあ、どれもそんなに高いセットじゃないけど、いろいろ入ってたのは嬉しいね。聞こえるかな？これさ、あの、行ったり来たりするセット。これもスターターセットだと思うんだよね。で、これボム兵はキャラクターパックシリーズ3に入ってたやつ。で、キャラクターパックのシリーズ3もね、そんなに高くなっちゃってるものはないんだよね。バラ売りで売られてるものもね。でも、それでもまあ200円とか300円なのかな。で、ノコノコは、これにも入ってるだよ。この、パックンフラワー。だからこれかなと思ったけど、パウブロック入ってるから、こっちだね。こっちのセットに入ってたんだね。ボム兵と、なんだっけ？パックンフラワーと、パウブロックとかね。で、この P ブロック、P スイッチか。P スイッチ、あの、コインになるやつだよね。コインが隠れてるコインが出てくるやつとかね。あと、ブロックがコインになるとかね。そういうギミックの P スイッチ。これは、バッタンのセットに入ってる。これはスターターセットかな？ハテナブロックは。お、これでテルサ。これでテルサ倒せるんですよ、スター。スター、あの、テレサとかはね、なんだっけ、特殊な、パワーアップキットとかでね、変身して倒せたりすんのかな？ファイヤーマリオで倒せたっけ？あんま覚えてねえんだよなぁ。うん。こういう甲羅はね、ボス的な亀の甲羅は何回か踏むと倒せる。これもギミック。何のギミックだったっけあれ？何だったっけこれ。これもやったよね、過去に動画でね。こういうの面白いんだよ。黙るか。このね、クッパ城の BGM だよね。クッパ城の。で、これがバッタンね。あ、これだ。バッタンのセットに入ってるやつだ。まあ、こういうの、バッタンもね、最近のマリオだよね。スーパーマリオ1には出てこなかったもんね。ドッスンは出てきたんだっけ？あ、ドッスンも出てきてないか。つうことでね、まあ、金額的にいくら得なのか調べようと思ったけど、まあ、これは無理だよね。でも、普通にバラ売りすれば、1万円はいかないかな。8000円どうなんだろうね。でも1万円ぐらいいくのかもしんないね。バラで細かく売っていけばね。セットにしちゃうとね、こういうのってやっぱ5000円ぐらいになっちゃうかもしんないけどね。まあそれでも買ってきたのは2860円だから、かなりお得にゲットできたっていうことが証明できましたね。こんな感じでね、中古ジャンクレゴにはね、ほんと夢とロマンが詰まっておりますのでね。皆さんも見つけたらね、ぜひね、中身をね、よく見てからね、購入するのがおすすめです。で、見方はね、昨日の動画でもちょっと言ったけど、中のパーツを確認して、で、特殊パーツを見ると、年代がわかるんですよ。大体。年代がね。なのでね、古いもの見つけたらね、ちょっとよーく見てね、古いレアなミニフィグとか入ってたりするからね。で、こんな感じ。連携して、一緒にスタートして一緒にゴールすると、はい
連携されてね、二人でどんだけコインを集められたかっていうのが表示されるんですね。レゴマリオ面白いね。ピーチはちなみにまだアップデートしてないから連携できてないんだけど30分かかるとかね、なってたんでね。ということで今回は昨日の続きのジャンクレゴマリオ中身確認してみた動画でした。チャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いいたします。おつらじ